これから買ってきたものを紹介したいんですが、ちょっといっぱいあるので簡単に、豆腐、フリーズドライストロベリーバター、これはね4個入りのやつ、グラスフェッドバター。そうだ、これもビーフフォーダディエッグ、これね前ね2パック一緒だったのがね、今なんだっけ、卵が足りないらしくて 1列しか売ってなかった。で今日初めて買ったものがどこに入れるって話なんだけど、じゃーん、うどん、こんな感じで小包装になってる。これいいね、これ買ってみました。美味しいか分かんないけど1個1ドルぐらいだった計算だとね、500円ぐらい安く、5ドルぐらい安くなって買ってみました。じゃじゃーん、レイが切り身にしてくれました。皮付き、皮なし、明日のご飯です。ハイポイントにあるヌードルってところに行ってきたんだけど、そこが結構大きなアジアングロッサリーのお店で、フードコートじゃないけどなんかちょっともう入ってるし、とコリアンのお肉屋さんとシーフード屋さんがあって、で生きてるお魚が売ってたりもするんだけど、そことコスコに行ってきました。でささっと紹介して、後半は今週1週間何食べたっていう動画にしようと思います。ということで、早速スタート。もうね一回ノアが寝る昼寝するのにしまっちゃったので、もう一回出してるんだけど、あんまり大きい音出せないのでエアフライヤーでお昼を食べたんですね。で焼きできるもので今日買った、もう食べちゃったんだけど、北海道で作ったコロッケ、サンマルク、美味しかった野菜、8個入りです。もう1個はこれまだ食べてない、北海道で作ったコロッケのカレー味、これも美味しそうで、もうね私ずっとなんかわかんないけど1ヶ月ぐらいタコが食べたくて、で今日コスコに行ってタコ買おうかな悩んだんだけど、ちょっと値段もしたのでやめたんですね。でとりあえずこれ使いました。これ JFC で売ってるやつ、 JFC では買ったことなかったんだけど、釜揚げうどん、大根が 4.16、 それとあと今日買ったちくわとこんにゃく、これを使いました。うちねこんにゃくめっちゃ好きだね。私も好きなんだけどノアがすごい好きで、だからこんにゃくいっぱい買ってきました。ひきわり納豆が2個、春巻きの皮、これサイズ3つぐらいあるんだけど、基本的に私いつもこの中くらいのやつ買ってます、オレンジ色のやつ。これが1個 2.49、 あとライスがねセールになったの、5キロで普段40、そこでは40って書いてて、それが 27.99 になってたので、賞味期限も今年いっぱい、来年の頭1月の22日まで OK だから買ってきました。最後のお肉全部取ってきたということでこんな感じです。で合計が 112.16 ドルでした。ちなみにコスコ本日のお会計が
243.98ドル。結構買ったね今日。あの後半とこれから今週の1週間のご飯のこんな感じで食べたよっていうのを紹介していきたいと思います。帰ってきました。帰ってきましたよ。来ましたよ。はい、マミ帰ってきましたよ。今、私と交代でレイがバドミントンに行ったので、私はもうね、ご飯レイはもう食べたのね。で、私はまだお腹が苦しいので多分そんなにいらないということで、ノアのご飯をメインにちょっとだけノアのものもらって今日の夜ご飯にしたいと思います。アンパンもカレーだよー。アンパンこれ食べるよって、今日はこれ食べます。ご飯、あ、ご飯がない。これはね、この前 JFC でセールで買いました。読もう、母ちゃん読もう、読む、はい、読みますよ。アンパンマンと色数、赤いもの見つけた1、みんな1つ、いちごだね、バラ、フラワー。はい、おいで、ピューロリン。お母さんね、ぎゅってして。簡単なカレーを作っていきます。今日はダディとあの外で結構遊んだみたいで、飛行機作ったんだよね。のね、聞いてる？聞いてないね。包丁が切れない。全然最近包丁研いでないから、包丁が切れないよ。焦げた話なんだけどさ、なんかね、めんどくさくてやってないんだよね。ノアエモンだね。ノアエモン。See you. Bye bye. じゃあ混ぜていいよ。できたね。ノアとマミと一緒に作ったね、カレー。また美味しいです。また美味しいですか。よかったです。思ったより美味しかった。マミ、フフフだったの。美味しい。美味しいです。美味しいです。もう欲しいの。ライス？うん。ライス？ライス残った。このベンチ。ブレッド食べる？ディープディープするの？ディープいいよ、ディープディープディープして食べる？このフェイス、うん、このフェイスにディープディープするのやめてね、でも、うん、多分大丈夫ね、うん、おいしい？の今日反対だね。これ分かった分かった。でもいつのメビーの歯いや、行くぜ。Thank you! The chicken and everything was...
Thank you. Mommy, thank you. You're welcome. こんにちは。今日はね、チキントマト煮を作っていこうかなって思ってます。では、なんか適当に家にある野菜たちをたくさん入れて作っていこうかな。トマト、生のトマトも入れて、人参、玉ねぎ、セロリとキュウリはサラダ、私がいつも作ってるサラダで、あとカリフラワーも結構残ってるのでカリフラワーも入れて、パプリカでしょ、あとズッキーニもあるのでこれも入れていこうかなと思います。あとマッシュルームかな、マッシュルームも入れてみた。あとはズッキーニ、昨日ね、昨日が先週のセール終わりだったんだけど、チキンがまた安くなってたので、チキン買って3羽丸々買ってきたので、それを使って鶏ハムとチキンソークも作るので、インスタプリアの野菜も切ってきます。いっぱいやることがあるね。今日はさ、ここの部屋とさ、両親のキッチンが別々にあるから、揚げ物とかするときはここでやってほしくないって言うから下でやってるんだけど、基本的には全部ここで作ります。でも私はね、下準備とかも家で全部やって、もしなんかやることがあるときだけもここに行ってます。みんな同居してるお家ってきっと全部一緒に使ってるんでしょうね。うちは特殊かな。キッチンを使わせてね、別に使わせてもらってるのはすごくありがたい。時間帯もさ、被らないしさ、そうするとさ、本当にありがたいです。ノアはすごく人参が好きなので人参いっぱい入れます。セロリ、うちはね、セロリをね、いつもね、チキンストック作るとき入れてます。セロリ美味しいんだよね。ガーリック入れて、チキンスタックのやつは多いかな。なんかね、最近ね、すごいシーフードをね、食べたい欲が強くてね、すごいな。タコが食べたいの。でもタコは結局まだ食べてないんだけど、タコ食べたくてしょうがないんだよね。私料理作るときは基本適当かクックパッド。できてから私なんか薄味になったらしくて、クックパッドで作ると味が濃すぎてしょっぱいんだよね。だから3分の1ぐらいに、ソースの味付けはしてます。お母さんに買ってもらったさ、ストーブがすごいね、役に立っている。なんか毎週か2週間に1回はサワドを焼くんだけど、すごいね、サワドがね、上手に焼けるんだよね。で、外でノアと遊んでくれてるからありがたい、ありがたい、すごくありがたい。お休みをもらってね、ボックスヒルにあるフレンチカフェに行ってきて、それ自体はね、そんななんかフレンチって言うほど見た目は可愛かったけどね。その後行ったイタリアンがね、すごい良くて美味しかった。めっちゃそう、それはさっきの話に戻るんだけど、シーフードがすごい食べたすぎて、シーフードパスタがね、めちゃくちゃ美味しかったの。すごい高かったんだけど、単品でね、38ドルかな、40ドルぐらいですね。やばくない？ 4,000 円だよ。日本でパスタなんてさ、高くて1500円ぐらいじゃない？わかんない。私が働いてたところはさ、もう全然覚えてないけど、いくらだったかな。でも1450円とかだったと思うんだよね。もっと安かった気がする。やばくない？パン、サラダ、パスタ、まあパスタの量はすごいちっちゃかったけど、でデザートもオプションでつけてコーヒーもついてくるって1500円ぐらいだった気がするんで、高い。
でも美味しかったのでいいとしましょう。ということで私チキン切ります。チキン3個もあるからね。チキン1、2、3。なんかチキンナゲットみたいなのを作りたいんだけど、本当はそんなことしてたら私の時間がなくなっちゃった。ささみ大好き、ささみのフライが食べたい。ささみのフライなんて食べてないな、ずっと。フライ用はねたまに作るんだけど、エアフライヤーを買ってから揚げ物をしなくてもちょっと揚げたみたいになるからさ、油使わないで食べてもらうのにさ、一時期いっぱい作ってたんだけど、最近なんか飽きたらしくて、その鶏もの、フライを食べてくれなくなったから、そう最近作ってないんだけど、今度使おうとして冷凍します。次のやつも冷凍してたような気がする。今度は手羽先の甘辛煮かなんかかな。私こっち来るまで鶏食べたことほぼなかったんだよね、まるまる1本ね。であノアが生まれてからかな、買うようになって、だからよくさばくんだけど、だからさばき方がね合ってるのかわからない。あ、やっと終わった。いた。たき。ます。No, but it's really hot だからね。気をつけてます。今日はね、ちょっと疲れていたので、残り物とレビで作った冷凍の餃子を食べたいと思います。あと簡単なお味噌汁。ちょっとね、ママと一緒に昼寝してしまったので、そういうにしてたらね、寝落ちしちゃって。ということで、これからもうすぐ出来上がります。天津飯とサラダと餃子と味噌汁、あとは要はチキン食べる、そのチキンです。おいしいの？感じビート美味しい、よかった。ちょっと黒くなったけど、塩麹漬けです。美味しい。美味しい。うん。本当よかった。うんうん、最後です。ここは干物にします。あとはきんぴらごぼうとコントシソとあとツナこれの上に乗っけます。あとお味噌汁です。ヤッホー、ヤッホーなのさ。いえ。これ入れて。ジェントで入れるんだよ。ジェントで入れて。そうそう。おーすごい。でこれも入れて。あ、舐めた。これも入れて。はい、さあさあ端っこにさあ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 、これもこうやってね、あそっち入れるの、こっち入れてよ、入る、そう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 、ちょっと待ってよかね、おく美味しいな、美味しかったな、美味しい、ちょっと待ってね、舐めたね、あらー、フレンチトースト作ってます。まぜ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 したかったの、ここそこで、うん、あ、ディップインしたかったの、の、うん、じゃあフレンチサワードでも作ってみたいと思います。ノアは追いかけ中です、後ろで、はい、とりあえず持っていきましょう、はい、カップ食べたい、カップで食べたいんだね、オッケーオッケー、カップに入れてあげるね、カッププレートに入れてあげるね、ノアね、オッケー、ノアのプレートにね、うん、オッケーオッケー、うんうん、1個
こえてるってば。叩くのはやめてくださいのさ。カップやってよ。うん。じゃあそこのさ、あの入れ、そのさ、お皿持ってきたらな。そこじゃなくてさ、お皿、お皿。のさん、ここにお皿あるじゃん。いつものとこにお皿、のあが取ってくれるお皿あるじゃん。うん、取っておいで。こっちがいい？こっちがいい？こっちがいい。こっちがいい。じゃあそれ取って。怒らないでくれるな。うん。取ってくれるじゃん。ね。ありがとう。怒っても何も始まらないからね、のはね。どこに入れてほしいの？あのパン。パン入れるの？ここに？うん。オッケー。すごい汚いな。ごめん、もう一個違うの取ってくれる。なんかすっごい汚いこれ。もう一個取ってくれる？もう一個やしから。うん、綺麗なやつ、綺麗なやつ取って。白いの取ってくれる？白い。うん、白いの。うん、ありがとう。多分それは綺麗だと思うから。多分前洗った時ブロッコリーがついてたね。ブロッコリーのさ、これ綺麗だね。オッケー。じゃあこれに入れようか。いいよ。これ作ったのね。うん。うん、そうだよ。なあ、ディップディップしてくれたもんね。ディップ。うんうん。ディップ。うん。ということで、またねー。また。次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とコメントもお願いします。ます。ます。じゃあね。またね。バイバイ。ハバナイス。